これはツーシームを投げ続けた男の物語である。2025年最下位に沈んだベイスターズはドラフトでは内野手最優先で獲得していくことを決めていた。手薄な内野の競争を激しくさせ、選手たちの底上げを図ろうと画策している。事前の作戦通り3位までで渡辺、目黒、朝原と内野の実力派高校生を続々指名。上位で欲しい人材が指名できたので一応下位で投手も取っておくかと考える編成部。3位以降に指名できる投手をあらかじめリストアップしていたが、そこに全日本選手権で準優勝をした井草慎二という大学生投手の名前があった。スカウト曰くツーシームを軸に打たせて取る投球をするという。制球力もスタミナもあり、確かバランスがいい投手だった気がするというスカウトの進言もあったため、首脳陣は4位で井草を指名した。だが入団してみるとびっくり、ツーシームしか投げられないではないか。利き手の方向へかなり曲がるシンキングツーシームと小さく曲がるツーシームファストの2球種らしいが、ブルペンで見ていたらよくわからない。どっちもツーシームだ。それでいて純粋なストレートを投げさせるとシュート回転してしまうことも。どこかの世界線にいた球筋の汚い男を思い出させるほど井草も気持ちが悪い球を投げる。これのどこがバランスのいい投手だろうか。スカウトが完全に見誤った。だがツーシームだけで全日本選手権で準優勝するほど、そう考えるとプロでも通用するかもしれない。果たして井草はツーシーム以外の球種を覚えるのか。彼のプロ野球人生がスタートした。1年目、ワンピッチマン井草は2軍で先発するが、1軍からはお声がかからない。もう1球種習得の提案があったが、これまでの投手人生で堅くなにツーシームしか投げない男。カーブの練習をしてもどうしても全部ツーシームになっちゃうんですよね、などと意味不明な言い訳をしている。これにはコーチも諦めてツーシームを磨かせた。さらに打たせて取るタイプかと思いきや、三振を奪うのが結構得意ではないか。加えて軽くて一発を食らいやすい球質、打たれて取るタイプのようだ。2年目、制球力の向上をテーマに練習に励むが、かすかな成長しか見せず、2軍ですらボコボコにホームランを打たれ、首脳陣が思った感じと違う投球をした。芯を外しゴロを量産するツーシームの予定が、軽い球なのでいとも簡単にホームランを打たれる。ちなみに井草の同期の高卒選手たちは1軍に上がり、しっかりと結果を出していた。上位の高卒内野3人衆だけでなく、5位指名の亀岡までも1軍で活躍しているではないか。唯一の大卒となるワンピッチマンだけがファームでくすぶり続ける。3年目、2年連続の最下位に沈み低迷するチームの責任を取ってオフに番長が辞任。代わって誕生したのが宮崎監督。そんな新監督は井草を呼び、彼に変化を求めた。ツーシームへのこだわりを捨てて新たな球種の習得、それを1軍昇格への最低条件とする。正直今から他の球種を習得するのはなんだか心を売るようで嫌な井草だが、1軍に上がるには仕方ない。彼は新たな球を投げることを決めた。その頃新たなチームとなった宮崎ベイスターズは指揮官交代が起爆剤となり2位フィニッシュ。若手たちが躍動する中で監督は井草の様子もチェック。条件に出されていた新たな変化球は習得できたのか。なんとしっかりもう1球種習得しているかと思ったら、またツーシームだ。新球種というのはまさかのもう一つのシンキングツーシームだった。監督に言われた通り球種を一つ増やすが、自分の信条であるツーシームへのこだわりも捨てない。一級三的トンチテクニックで監督から課された条件をクリアした。この知恵の使い方を2軍ではなく1軍のマウンドでもしてくれればいいのだが、なお1軍には堅くなにカーブしか投げない横手が昇格している。この起用法には井草も納得がいかない。彼は一球種だけでいいのか。横手という名前なのにサイドスローでないところも納得がいかなかった。4年目、監督との約束を守ったからか
1軍に上げてもらうイグサ。防御率5点台と1軍でまあまあ打たれている。空振りを取る大きなシンキングツーシームと打たせて取るために覚えたシンキングツーシーム。しかしツーシームを投げ分けるといっても緩急が一切ないのでなかなか抑えられない。一発癖は改善したので軽い球質を次は見直した方がいいか。王健民のように沈むボールで大活躍とはまだ言えないピッチングである。それでも一軍を経験し成長を見せたイグサは先発の座をつかむためにオフに海外リーグへ千葉先輩と共に送られてよりツーシームを磨いていく。5年目、海外は海外でもアフリカへ行きサバンナで野球をしてきたイグサ。サバンナで鍛えられたからか頼もしさが増し、千葉先輩と一緒に一軍のローテに入る。サバンナで磨かれた絶品シンキングツーシームで16試合に先発したイグサ。防御率 4.03 で5勝5敗というのは先発デビューとしては割と抑えられているか。しかし96回しか投げられていない。どうやら早々にマウンドを降りることが多かった。それでも彼は自分を貫きツーシームのみで来季も戦っていく。しっかり自分を持っているという名の頑固者。きっと周囲から見たら結構めんどくさいタイプだ。6年目、開幕から1軍ローテをつかみ取り22試合で先発として投げた。防御率は 4.27 と決して信頼の投球ではないが、手薄の先発陣で139回を投げるのはありがたい。軽い球質を改善したはずがリーグワースト5に入る22被ホームラン。芯を外すツーシームとは何だったのか、簡単にマシンで捉えられる。7年目、防御率は3点台で悪くないが2勝5敗の負け越しでシーズンを折り返し、援護はもらえなくても粘り強く投げた。打たせて取る投球と見せかけやはりそこそこ三振を奪えるイグサ。134回3分の2を投げて104個の三振を奪う。磨き続けたツーシームが効いたようだ。多彩なツーシームと選手名鑑に書かれるが、そんなフレーズこれまで聞いたこともない。球界唯一のツーシームしか投げないワンピッチマンはチームの中で存在感を示していく。ただ試合では球数が増える傾向があり規定には届かないところが課題だった。このシーズンはイグサと一緒にアフリカへ送られた千葉先輩が防御率1点台で16勝とエースの活躍。飛行機の中でブレダバも使った方がいいっすよとイグサがアドバイスしムービングを覚えたという。人に助言していないであと1球種覚えればイグサもエースに慣れていたかもしれない。8年目、相変わらずストレートと見せかけ鋭く曲がるツーシームは脅威となる。ただストレートは打ちやすいようだ。ディフェンス重視の締まった野球をするベイスターズは終盤に失速するまで首位争い。その立役者はワンピッチマンだった。成長を見せるイグサはなんと防御率 2.68 でキャリア初の10勝をマーク。特に練習をしていないがサブのシンキングツーシームが伸びたのと変化球のキレが増したのがこのシーズンでの成績向上につながったか。日本中のツーシームワンピッチ少年たちに夢と希望を与えたいと語るイグサ。しかしツーシームしか投げない少年は存在するのだろうか。一応チーム最多勝になったがまだ信頼を勝ち取るほどの投球ではなかった。ちなみに中継ぎで大活躍している亀岡はイグサとドラフト同期だ。渡辺、
目黒、朝原、あの年のドラフト上位3人衆も成長し一軍に定着。この豊作ドラフトがベイスターズを優勝に導ければいいのだが、9年目、凛々しい顔で登場するイグサ。2年連続で2桁に乗り、エースの風格が出る。最終戦でキャリアハイの勝ち星に届くか。気合の入ったプレーを見せるが、11勝目には手が届かなかった。この年は残念ながら防御率2点台を最終戦で逃してしまう。それでも打たせて取るツーシームという常識をリーグ5位の151奪三振で覆すイグサ。きっと空振りではなく高い制球力を生かし、左打者の懐でストライクゾーンに入れ見逃しを奪ったのだろう。ベイスターズにはイグサの影響なのか、ツーシームボーラーが揃い始めた。ツーシームだけでも抑えられる、彼は自身の投球で証明していく。ちなみにこの年のオフ、メジャーに挑戦していた40歳の青柳が戻ってきた。40歳で9勝13敗はなかなか味わい深い数字だが、本拠地の標高が6000メートルにでもあるのか、とんでもない蛇行としか思えない防御率をしている。10年目、このシーズンもチーム最多のイニングを投げ、しっかりとローテを支える。援護がないため9勝にとどまるが、防御率 2.19 というのは抜群の安定感。こちらもチーム最多の5完投で4完封。ハマスタ名物ツーシーム投げおじさんだ。この年はパリーグで井川が歴代最多打点に並ぶ161打点を叩き出し話題になる。そして61ホームランというのも歴代最多記録を久しぶりに更新だ。と思ったら2年前にマクフォールという助っ人が更新していた。11年目、前半戦を6勝6敗で折り返したイグサだったが、後半戦は怒涛の連勝をマークし、ノリに乗りまくっていた。ツーシームが切れることでシュート回転ストレートも効果を発揮。開幕から1年間調子をキープした。会心の投球を見せたものの、荻野の活躍があり、イグサはタイトルを逃した。それでも防御率 2.17 で14勝というのは素晴らしいの一言である。さらに7完投4完封で190回3分の2、完全にベイスターズのエースとして君臨した。だがせっかく成績は全盛期を迎えたというのに、体はすでにピークを過ぎ去っている。そんなイグサが引っ張るベイスターズはクライマックスシリーズを勝ち上がり、日本シリーズへ進出した。日本シリーズ第3戦を任されるイグサ。ホームランの日本記録を持っているマクフォールと初めての顔合わせ。どんなもんかと思ってみたら、めちゃくちゃ勝負弱い大砲だった。いつの間にか福岡にいた36歳村上もきっちり抑える。好投を続けるも9回裏に迎えた大きなピンチ。打席にはあの男、マクフォールだ。まさかのチャンス激弱マンに長打を打たれて降板。その後延長にもつれ込んだが、なんとか試合には勝利できた。1998年以来の悲願の日本一になり、横浜は盛り上がった。しかしこの男は何かを企んでいる。なんと日本一になったタイミングでの FA 宣言である。自分の評価を他球団からも聞いてみたいということで、キャリアハイの成績を引っ提げて FA をしたようだ。ベイスターズも引き止めるため希望年俸と66をもちろん用意する。だがとにかく先発を欲していた楽天がイグサを口説き落とし、ツーシームマンは東北へと主戦場を変えていった。2桁勝利が1人もいない楽天へ、彼はエースとして特別待遇で呼ばれる。だが衰えが始まっている。
彼は期待通りの活躍ができるのだろうか。移籍初年度となった12年目、イーグルスはイグサを補強するが2年連続の B クラスに。とは言っても1位から4位までまさかのゲーム差なし。史上最も白熱したとんでもないシーズンだった。当の通信マンは2桁をクリアするものの、規定未到達で防御率は 4.10 と失点がかなり増えている。登板数も21試合に終わってしまい、イグサがもう少しやれれば優勝していたはずだ。これには東北のファンたちからカーブくらい投げろと心ない声が飛ぶ。 FA での2年契約が終わる13年目、圧倒的ではないがそこそこな成績を残す。どこかの世界戦で3500安打を放ったバルコンもイグサのツーシームの餌食になった。球速以外は能力的に衰えはないイグサだったが、20試合で137回と規定には届かず、200イニング近く投げた数年前よりも頼れるピッチングができていない。それでも防御率 2.89 と安定感はあり、8勝5敗で貯金を作ることには成功した。来季の契約は8000万円ダウンの1億。36歳で奥の活躍ができるだろうか。14年目、先発として序盤から結果が出ず中継ぎへと配置転換されていた。終わってみると32試合のうち先発はわずか3試合だけ。どうやらシーズン早々に監督の期待を裏切りローテから降ろされたようだ。サブのツーシームが衰えたが、メインのツーシームは相変わらず曲がる。これはこれで打ちにくいようで、奪三振数がほぼイニング数だった。鳴り物入りで移籍してきたイグサだが、FA してからここまで思うような活躍ができていない。15年目、3試合で先発として使われたが全然結果が出ないイグサ。中継ぎとしても結果を出したとは言えない防御率で、一軍にいることで精一杯になってしまう。低迷するチームは彼が来た時から首脳陣も一新され、戸様である彼に対して厳しい目を向けている。それでもツーシームは全く変わらず、さすが一球種だけで生きてきた男だ。この球がある限りイグサはマウンドに上がり続ける。ツーシーム一筋16年、球界の頑固親父イグサはついに2軍スタート。若い者にはまだ負けない精神で一軍昇格をつかみ取ったものの、6試合に登板してまさかの防御率9点台。あの頃のキレはどこへ行ってしまったのか。燃えた。ただスタミナも制球力も一軍レベルではある。一応来季もチャンスをもらえた。本人もまだ自分が磨き続けた変化球に自信を持っているが、再び輝くことはできるのか。17年目、一軍マウンドに這い上がるが、以前のように空振りは取れない。仲間を信じてストライクゾーンに投げ、打たせる投球をしていた。もうこれまでの自分と投げ込んできた変化球を信じるしかない。だが気持ちだけで抑えられるほど一軍は甘くなく、防御率 4.80 で4敗。能力的にはまだやれる力はあるが、来年40歳を迎える彼に上積みはない。与えられた22の登板には先発起用も1試合含まれており、これが FA でやってきたツーシーム職人のファンへ向けた最後の挨拶になったようだ。シーズン終了後にイグサは現役の引退を表明する。だが彼のもとには独立リーグから選手兼コーチのオファーが舞い込んできた。 NPB がダメでも独立ならまだ3球種のツーシームは通用するはず。 NPB 引退を発表したが、彼の視線はぶれずにまっすぐ前を向いていた。イグサ・シンジ、ツーシームの使い手としてドラ4でプロ入り、
若手時代どんなに鋭くてもツーシームのみでは上へ上げてもらえなかった。しかしまさかのシンキングツーシームの投げ分けという新たな武器を手に入れ、2桁勝利やタイトル一歩手前まで球界を駆け上がっていく。 FA してからはそこまで結果を残せなかったが、彼は最後まで自分の球を信じ続けた。通算の数字では歴史に名を残した投手とは言えない。だが彼は間違いなく誰も見たことがないツーシーム使いだった。